タスカータソルテは日本の競争馬である。場名の由来はイタリア語でポケット一杯の幸せ。主な価値案は札幌記念京都新聞杯中京記念。2006年8月13日札幌にてデビュー。2000目となる同年12月17日中京にて初勝利を挙げる。2007年三歳初戦の条件特別を解消後クラシックを視野に入れ。 弥生賞、毎日敗に出走するも共もに敗れたために賞金を、加算できずさつ賞への出走はならなかった。体制を立て直し、京都新聞敗に出走、集団追走から外に持ち出し先頭に立つとそのまま、ゴール、重傷発制覇を果たす。日本ダービーでは安城に、竹豊を迎えるも11着と大敗。神戸新聞敗で6着に敗れた後に出走した。 菊花賞では距離に対応できず、ここでも9着と敗北を喫する。2008年、4歳初戦は、中京記念に出走。直線にて、先頭に立つと後続馬の追走を振り切り、重賞2勝目を挙げた。しかし続いて出走した日経賞では6着だった。その後の4月4日に、シンガポール航空インターナショナルカップの選出馬となり、招待を受諾したことが発表され。 初の海外遠征を行うことになった。しかし4月11日に、衛星条件に関する協議の結果、出走不可能になったと発表され遠征を断念、せざるを得ない結果となった。目標を切り替え、5月31日の金社地賞に、出走、2走前の中京記念を買った、同距離のレースであったが、道悪バ馬場が答えたのか見せ場なく11着に終わった。 その後短期放牧を挟んで、北海道シリーズで復帰、函館記念7着を経て、札幌記念に出走。レースは2007年、有馬記念場の祭り名を歩が四角で先頭に立ち、そのまま押し切ろうかというところを、外から吸収し、ゴール前で差し切って、重勝3勝目を挙げた。なお、勝ち時計は1分58秒6で18年間。 破られなかったグレートモンテの基準タイムを上回り、札幌競馬場の芝2000メートルコースの初のレコード記録となった。しかし、天皇賞では5番人気だったが17着としんがり、負けを喫した。続いて出走した福島記念では2番人気に支持されたがいいところなく10着に、敗れた。2009年、5歳初戦は京都記念に出走。 道中最後方から直線追い込んだが5着に終わった。その後、シンガポールに遠征し5月17日のシンガポール航空インターナショナルカップに出走。レースでは後方から追走したものの最後の直線で伸びず5着に敗れた。帰国後は連覇のかかった札幌記念に出走したが、ブービーの15着と大敗した。その後、12月12日の中日新聞杯では、 いいところなく9着に終わった。2010年、6歳初戦は、中京記念。12番人気と低評価だったが、シャドウゲートの2着と、構想した。続く大阪杯では、中段から追い上げるも5着に敗れた。金社知床は、最後の直線で、左大一紙関節脱臼を発症し、競争中止。予後不良と診断され、安楽死の処置が取られた。ありがとうございます。